立憲民主党の福山ですすよろししくお願い申し上げますあの残念ながら、森友学園問題の決裁文書についての改ざん疑惑問題が浮上しています。えー、普通、決裁文書を改ざんすることは考えられません、えー。決裁という形で確定していた公文書を事後に書き換えることは通常はありえないと、えー、誤字脱字でさえ、停戦を押すのが常識です。 もしこれが事実であったとすれば、誘、え、引、ー、公文書変造罪、虚偽誘引公文書作成罪、刑事罰に問られる可能性があります。非常に大きな問題だと思います。理財局にお伺いをします。先週の金曜日、まあ、調査をするとか、報告をするとか、まあ、いろんなことを言われましたが、えー、もともと我々に配ったこの文書、 以外のもう一つの文書、えー、ありましたか太田理財局長あの。そのお尋ねも含めて、先般お答え申し上げましたけれども、それは今、捜査に全面的に協力している段階だとお答えをすることが、捜査にどのような影響を与えるか、懸見し難いため、答弁は差し控えさせていただきたいと申し上げた上で、その上で、捜査に対する影響に配慮しつつ、 委員からのご指摘も含め、国勢調査権ということを重々踏まえて調査を進めていきたいと考えております。結果報告については、捜査の最終的な影響ということも十分見極めながら適切に対応させていただきたいと考えております。なお、本日、朝、あるいは昼の本委員会の理事会でのご議論も象徴しておりまして、明日調査の方針、留意点など、調査の状況について報告をさせていただきます山哲郎君。いつの間にか調査の方針になりまして、調査をする方針に変わっているんですね。 あのなんで2つないんだったら、調査をしなければいけないんですか、もしくは調査の方針を説明いただかなければいけないんですか、2つないんだったらね、別にそんな調査あの、すみません、ひょっとして局長は佐川さんから受けて、気の毒だと思いますけれども、実は2つ作りましたという報告と、受けた可能性があるかもしれません。 なななぜ調査をしけければいけないですか1つしかないんだったら、調査いらないでしょう大谷財局長あの。2つあるのか、1つあるのかという種類のお尋ねは、先週金曜日からたくさんいただいております、それに対する答弁は、先週来、お答えをしていると福山哲郎君。 えっと、捜査は、何に関しての捜査はどういう形で告発を受けているのか、ご紹介ください太田理財局長お答えを申し上げます、背任、証拠隠滅、公用文書等機器についての告発を受けて、捜査を受けておるという状況でございます福山哲郎君。そのときに、令、えー、状による強制的な捜索。 関連文書の差し押さえがもうすでに行われているのか、もしくは任意提出という形で、関連文書について、えー、提出をしているのか、もしくはまだそういった文書等の応酬等については進んでないのか、事実関係だけ教えてください大谷財務局長。お答えを申し上げます。 今ほどのお尋ねにお答えをすることは、私ども捜査を受けるっていう立場なんで、そのようなことはお答えできないというふうに承知をしてございます山哲郎君。えっと、令状による捜索の差し押さえが行われたかどうか、事実関係だけ教えてください。別にわれわれが知見に問い合わせてもいいわけですがあの、そのことについてお答えをください。つまりりざっくり全部 もう文書を持ってかれたんだったら、今ないはずなんですね。しかしながら、今日理事会で局長は、原本については、われわれに配ったものについてはあると言っている、それで捜査に協力をしていると言っている、じゃあ一体どういう関連文書について、知見にもう押収されているのか、強制的に、それともその手前の段階なのか、そこについてはお答えください大田理財局長。 お答えを申し上げますあのすみません、えー、先ほど委員、理事会に局長が出て、こう言ったというご発言もありましたが、私、あの理事会には申し訳ありませんが、出席をしておりませんので、そのことは承知をしておりません。その上で、あのその上で、今ほどのお尋ねの件は、捜査でどういうことをうんうんという話は、やはり私ども、捜査を受ける立場なんで、それはお答えをいたしかねるというふうに存じております委員長福山哲郎君。ししました次長がご出席されたそうですので、訂正してあのお詫び申し上げます。 え次長だそうですか次長はそういう話をした、そしたらですね、局長ね、明日調査の方針を言うと言われていますが、捜査を受けてるんでしょ、どれだけのものが残っていて、押収されてるのかどうかも言えないんだったら、調査の方針って何もなかったら、調査しようないじゃないですか、調査の方針を言われるということは、一部の文書は残ってるということですね、残ってると、だから今日の理事会で言われたこの原本が残ってるということは、 要はまだ任意の提出しかしてないってことですね。そのことを確認しないと明日の調査の方針だって。もう全部押収されてるんだったら、調査しようないじゃないですか。財務局内部で。それならそう言わなきゃ。大谷財局長。お答えを申し上げます。あの。先週の金曜日来のお尋ねに対して。 捜査に対する影響に配慮しつつ、国勢調査権ということも重々踏まえてということを申し上げております。そういう意味で、捜査に対する影響を踏まえた上えでのお話として、今ほど申し上げてますように、本日朝、あるいは昼の理事会でのご議論も承知をしておりますので、調査の方針、留意点など、調査の状況について報告をさせていただきますと申し上げております。っきを止めてください 大財局長お答えを申し上げます。 あのお今ほど委員のお尋ねの件はあ基本的には先ほどと同じ答弁を繰り返させていただくことになります。基本的にあの捜査の状況と我々は捜査を受ける立場でございますので、そういう意味で我々のお現時点で申し上げることにはあ限度があるということをご理解を賜りたいと思います。その上で委員のご指摘のご趣旨はあ重々分かり分かっておりますので、そういうご指摘も踏まえて明日の時点でどこまで、えー、もちろん受ける立場なんで限度はあります。 が整理をした上えでお話をさせていただけるように、今晩かけて努力をさせていただきたいというふうに存じております福山哲郎君。よく分からないんですよ、調査の方針って、だって、捜査の影響があって言えないんだったら、方針なんか立てられるわけないじゃないですか、それから、なんで明日までに答えられて、今答えられないんですか、そこをまず教えてください、これ、国会の予算委員会なんですよ。 なんでここで答えられないんですか、明日答えられて、じゃあ、今考えている調査の方法について、今考えている段階で何を考えておられるかお伝えください大谷財局長。お答えを申し上げます。あの金曜日のの委員会の時点ではあ調査を進めるととということと 最終的な結果報告は、捜査の最終的な影響ということも十分に見極めて、適切に対応させていただくというところまででございました、その後、こちらの参議院の予算の理事会でもさまざまな議論があって、それを踏まえて今、必死になって対応させていただいております、そういうことでございますので、えー、できるだけ早くということで努力をしておりますが、その中で今の時点で答えろと言われても、それは申し訳ありません、明日に答えられるべく、今、一生懸命やっているというところでございます。 ら明日答えるんだったら、今どのような形で考えているのかだけ教えてくださいって、ここは大事な予算委員会の委員,の場だ委員会の場だから、どういうふうな状況で考えても、なんで明日答えられるもの、今の中間的な、今考えている、理財局長が考えていること答えられないんですか、今お伝えください大田理財局長。お答えを申し上げます。 あの理財局長がというお話でしたけれども、私の一存で全てがお答えできるわけでもございません、さまざまな方面とも調整をし、あるいは調整をしていること自体が申し上げられるわけでもないかもしれませんが、いずれにせよ、誠心誠意やらせていただいて、明日なんとかお答えをさせていただきたいと申し上げておりますので、そこはご理解を頂戴いたしたいと存じます。福山哲郎君捜査を受けてているるののににに誰と調整すすんですかえ理財局長にある文書についての あるかないかの損費を確認してるのに、誰と調整するんですか、捜査を受けてるから、われわれにも答えられないのになんで、誰と調整するんですか、理財局長、一体。大田理財局長あの私は理財局長でございますが、それは省内だって、いろんな意味でお話をしてということもございます。いろんなことを やった上でということでございますので、そこはあ日と申し上げておりますので、ぜひご理解を頂戴したいと存じます福山哲郎君。僕は太田さん、気の毒だと思いますよ、本当に優秀な方がここまでやってきて、安倍政権の片棒を担がされて、こんな状況の中で、本当に気の毒だと思いますよ、これね、歴あの去年からずっとね、文科省もそう、もう防衛省もそう、いろんな本当に頑張ってきてる役人が、 安倍政権のためににここういういいい形で尻拭いをさせられててることに対して私は非常にいかに思いいまますす、えー、理財局長お伺いします、えー、私はあのやっぱり、証拠に基づいて議論しなきゃいけないと思いますので、あるかないか今分からない、政府も認めない、文書も実態に出てこない、まあ、しかし報道を見れば、かなり具体的に改ざんの内容が書かれてますから、実際文書はあると、私は推測はしておりますが、それだけで議論できないので、 あえて申し上げますこの貸し付、非常に難しい課題だったんですねあの。財務省が出していただいた4月の2日の原価が言っている内容をお伝えします。学校法人から軟弱地盤,地盤による地盤改良費の支払い要請について、国は対応しない方向で考えたいが、その適切な説明ぶりがあれば伺いたいえ。国において措置することも難しいため、無理に本地を借りていただかなくてもよい。 と投げかけることも考えているか、問題点等があれば伺いたい、これ、原価です、もう貸し,貸したくないと言っています、それから、えー、そうですね、それから、えー、ちょっとお待ちください。 貸付料が折り合わない以上、契約はできないため、国に責任はないと考えるが、今後の交渉において注意すべき点があれば確認したいと言って、断ることを前提に相談文書を投げかけています。こういうい問題意識が原価にあったのは事実ですね大谷大局長 あの今ほど委員がご指摘をいただいた文書の、その時のタイミングにおいて、えー、ある意味での折衝がなかなかうまくいってない状況の下で、えー、担当しておった統括国有財産,管財産管理官の方は、なかなか状況は厳しい中でどうするかと思い悩んでいたということは、この法律相談文書からも察することができるというふうに存じております福山哲郎君。そうなんですよですから、報道にある特例的だと書かれているのは、 原価がこれだけやめたがっているのを無理やり貸し付けたということに言えば特例的だという文章が入っているというのは非常に改善性が逆に私は高いと思っているんですねだからこれが本当に二つ文章があった場合には大問題になると思います文章が二つ出てきた場合はどのような理由で誰の指示で書き換えたのかこういったことを明らかにしなければいけないので当然佐川理財局まあ今の佐川 国税庁長官の承認官もは不可避だというふうに考えます。え次いきます。今年1月30日東京高裁で現役自衛官が国を相手とする訴訟の判決がありました。訴訟内容について商務局長簡単で結構ですねお答えください。え法務省立内商務局長。はいえお答えいたします。えご指摘の訴訟は。 現職の自衛官である原告が、存、えー、立危機事態が発生して、えー、自衛隊に防衛出動命令が発令された上当該原告に職務命令が発令された場合に、存立危機事態における防衛出動命令が違憲であることを根拠に。 原告はこの職務命令に従わなかった場合には懲戒処分を科せられるおそれがあると主張しまして、この懲戒処分がされることを予防することを目的として、国に対し、防衛費の命令に服従する義務がないことの確認を求めて訴えを提起したという事案でありまして、確認の訴えという性質上などから、訴えが適法であるための要件として、現に原告の権利、または法律的地位に具体的、 現実的な危険、または不安が存在するか否かなどが争われている訴訟でございます福山哲郎君。ありがとうございます。えっと、時間がないんですが、えー、恐縮ですが、交際で国の準備書面による、よる国の主張を、えー、準備書面の24ページ、13行目から18行目まで、総務局長、恐縮でございますが、読み上げていただけますでしょうか。立内消防局長 えっと、ご指摘の準備書面のご指摘の部分につきましては、えー、現在に至るまで武力攻撃事態が発生したことはなく、えー、防衛出動命令が発令されたことがないことはもとより、その前提となる手続きが行われたこともない。 また現時点で、存立危機事態も発生しておらず、また現時点における国際情勢に鑑みても、本件訴訟が継続する当面下において、将来的に上記事態が発生することを具体的に想定し得る状況にはないと記載されております委員長。はい、福山哲郎君そうなんですよね、まあ、現在において、あのこれまでは防衛指導命令が武力攻撃事態発生したことがないのは分かりますが、存立危機事態も発生してないんですが、 現時点における国際情勢を鑑みても、本件訴訟が継続する当面化において、将来的に蒸気事態が発生することを具体的に想定しうる状況にはないと、国は主張しています。で、実は控訴人にある自衛官はこう言ってるんです。アメリカと北,北朝鮮との間で武力衝突が発生した場合、我が国の存在、国民の生命、自由、及び幸福追求の権利が根底から覆われる明白な危険があると。実は人の自衛官が まさに安倍総理がいつも言われているようなことを主張しているんです。それに対して、国は何と反論しているか、二十二行目からお答えください。局長立内総務局長。えっと、ご指摘の部分につきましては。えっ、ー、と、二十二行目からでございますね。はい、かかる主張も、あくまで、抽、え、象、ー、的な過程を述べるものに過ぎず。 上記主張をもってしても。 将来武力攻撃事態、または存立危機事態が発生するか否かや、その時期が具体的にいつであるのかを何ら示唆するものではないことは明らかであり、現時点、ないし、本件訴訟が継続する当面下において、現状の国際情勢が著しく変動し、防衛出の命令の前提となるべき武力攻撃事態、または存立危機事態が発生しうることの具体的危険性を肯定することはできないと記載されております。 福山哲郎君。これが国の主張です。結び。結びのところにまだあります。え二十七ページの下から四行目の結論部分について、国の主張を証務局長本当に恐縮ですが。お読みいただけますか。立内証務局長。えっと、御指摘の部分につきましては、えー、本件はそもそも現時点で。 武力攻撃事態、または存立危機事態に陥っておらず、かつ陥ることも具体的に想定しがたく、故に現時点において防衛出動命令の発令がされることについての具体的蓋然性も認められず、現時点でいつ何時、いかなる状況下において、 現に発令される蓋然性があるのかすら不確定な状況であることは、前述のとおりであり、それゆえ、そもそもあまねく自衛官に対して防衛出動命令にかかる職務命令が発動される具体的な恐れがあることはおろか、控訴人に対してかかる職務命令が具体的に発動されることすら、具体的に想定されえないのであると記載されております福山哲郎君。国民の皆さん、今の主張は国の主張です。 そもそも、え損立危機武力攻撃事態または存立危機事態に陥っておらず、かつ陥ることも具体的に想定しがたくです、それから現時点でいつ、いかなる状況下によっても現に発生される蓋然性があるのかすら不確定な状況であると、さらには自衛官に対して防衛費増命令にかかる職務令が発動される具体的な恐れがあるどころか、具体的に想,想定されないと。実はこの 判決、準備書面を出されている前後に、安倍総理はトランプ大統領と首脳会談、電話会談をされています。私は北朝鮮の情勢は厳しいと思います。しかしながら、立法事実がないでしょと、我々はずっとこの安保法制のときに言っていました。これ立法安保法、立法事実がないと国が司法の場で認めてるんじゃないですか、これ。 蓋然性がないと言ってるんですよ。ないと言ってるんだ、ないと国が言ってるんです、これ、どういうことですか、ましてや、あまねく自衛官に対して防衛指導命令が発行される具体的なそれがないと言ってるんです、そんなことないはずでしょ、上川大臣、この訴訟について、上川大臣が認識されたのはいつですか。 ただいまのご質問でございますけれども、このいつ、どのような形で認識したか否かということにつきましては、個々の訴訟に関することということでございますので、詳細についてお答えを差し控えさせていただきます福山哲郎君。哲郎君えこのの訴訟の があるのを認識したのについて、訴訟の内容に関係するか、答えられないですか上川大臣、じゃあ、この準備署名の内容を、あなたが内容を認識したのはいつですか。上川法務大臣。具体的な訴訟にかかる案件でございますので、私の立場から。えー 説明することにつきましては差し控えさせていただきます時間止めてください速記を止めてください 立、はい、内商務局長。あの国は訴訟の一方当事者の立場にありますので、そもそも訴訟外の言動等によりまして、訴訟に対する司法審査に影響を及ぼすべきはないと考えております。 で加えまして、ご指摘のようなあの法務大臣が訴訟を認識した時期などということにつきましてはあ、訴訟の一方当事者の内部の事情というものでありまして、えー、そもそも訴訟上で明らかにされることがなく、また、訴訟当事者として明らかにする必要もない性質の事項でございます。そのような事項に一つ一つ法務大臣や法務当局があ、訴訟外で言及することを控えるべきであると考えている次第でおります。なお もしそのようなことがあーになれば、訴訟の一方当事者である国として、当該訴訟にいかなる体制でどのような方針で臨んでいるかなどにつきまして、すなわち個別の訴訟における国の訴訟追行体制等につきまして、意図しない受け止め方をされてしまう恐それもございます。そうなれば、あのー 相手方当社がそのような受け止めに基づく主張をし、えー、訴訟活動を利用するなどして、場合によってはいたずらに訴訟が遅延するなど、訴訟追及に生じかねないことでございます、またそのことによりまして、えー、裁判所に誤った新書を形成させたりすることもありうるところでありますので、司法審査に影響を与えることになると資料されます。 えっと、あなたはこの訴訟の存在自体は知ってましたか、いつじゃなくていいです。いつしらぼ、知ります、知られましたか。それ、いや、だから、あの、いつ、いつ、じゃあ、あな、じゃ、この訴訟の。訴訟代表者はどなたですか。上川法務大臣。いや、紙見なくても答えられますから。代,代表者として法務大臣でございます。福山哲郎君。 えっと上川大臣。この訴訟の国側の指定代理人の招致はどこですか。上川法務大臣。法務省でございます。福山哲郎君。違うんです。指定代理人は防衛省と。総理 nsc なんですよ。総理なんですかこれ。 裁判というのは法と訴訟に、法と証拠に基づいてやらなければいけない、総理が危険だ、立法事実があると言って安保法制やった、そしたら、国で訴訟は防衛出動する可能性は全くないと言われている、誰が訴訟代理人官と言ったら、NSC と防衛省と法務省ですで、法務大臣はいつ自分が認識したか言えないと、これ、国はどうしてこういう。 準備書面を出すすんでから大臣総理、お答えください。総理、お答えください。総理、お答えください。逃げないで、総理、お答えください。総理、お答えくださいまずあの、えー、今回の訴訟につきましては、国が存立期自体が想定されないとか。 その発生がおよそ想定されない、想定できないとかという主張はこれ、行っておりません。この点ははっきりしたいと思います。その上で本件は、現職の自衛官である原告が、存立危機事態における防衛出動命令に服従する義務がないことの確認を求める訴訟であり、命令に従わなかったことを理由として懲戒処分を受けることを予防することが訴訟の目的であります。これに対して国としては、現に命令は発令されておらず、命令発令の発出のための手続きも開始されておらず、いつ 何時発令されるかは不確実である、このような状況においての訴えは訴えは不適法であるという主張をしているということであります、つまり訴訟訴訟の、訴訟法上の問題としては、本件訴訟が継続する当面下において、原告の権利等に具体的、現実的な危険や不安が存在しないため、本件訴えは不適法であると主張しているということであります。このように 国の主張の趣旨は、本件訴訟が継続する当面下において、はいえー、防衛出動命令が発令される時期等は不確実であるということであり、存立危機団における防衛出動命令が想定されないと主張しているわけではないということであります福山君、時間来ております、ね、はいあの短くします。今の防衛大臣は、国の主張をうまく間引いて答えられただけで、ここに書いてある準備書面の主張が、歴とした国の主張です。非常に私はこういうい 本当にこういった国のやっぱり主張が異なる、司法の場というのは、法と証拠に基づいてやらなければいけないと考えておりますので、このことについては、引き続き本大臣の責任問題も含めてやっていいいきたいと思まますす終わります以上で福山哲郎君の質疑を終了いたしました。

ネット119、それはスマホがあれば画面を押して、それだけで119番の緊急